おはようございます。おはようございます。はい。今日はですね、先日、盆栽大野さんに行ってきまして、ミニ盆栽を作るための素材探しに行ったんですけど、なぜか鉢をいっぱい買ってしまいまして。鉢をいっぱい買ってしまいまして。で、ついでにですね、こういうものも見つけてきたと。はい、いうことで今日はこれやりたいんですけど、最近盆栽作るときにですね、個性を生かすって話をよくしてると思うんですけど、個性っていうのは当然まあいいところと悪いところがあって、それを生かした作り方をすべきだと、はい、いうことなんですね。まずこちらの方はこれ赤松なんですけど、はい、じゃあこれの個性って何だろうっていうとね、いいところがここの動きが非常にいいっていう中で、特にここら辺の細かい動きとか、うん、ですね、多分これ針金で仕上げたんだと思うんですけど、もしかしたら寝伏せをしてその後もう一回針金かけて作ってるかもしれない。その変化が結構なんていうのかな、大きい変化と小さい変化があったりなんかして、その動きがいいんですね。そうするとこの木はまあ最近畳みたいって言うんですけど、その個性を生かした作り方をすると考えると、こういう形でそのまま作っていきたい、はい、むしろちょっと伸ばしてもいいぐらいなんですよね、少しこういうふうに、うん、でさーっていう優しい木を作っていくということで、こうして言えばここが真ん中一本ありますんで、これ1本取って、これが頭になってくると思うんですけど、これをもう少しどんどん伸ばしていくと、うん、いうことですね。まあ、個性はこの壁模様がいいよというところと、悪いところっていうのがね、ちょっと元気ない。そうですね。小野さんもこれはって言ってたんですけど、ということはもう今日はもういじらないということですね。真ん中だけちょっと1本取っておきますね。はい、ここ3本出てるの、はい、ありますよね。で、一番この間延びしてる真ん中の枝、これを切ると。うん、はい。畳めばいいってわけではないと、うん、そうですね、はい、畳めばいいってわけじゃないんで、将来はこの枝を伸ばしてですね、はい、できるだけまあこの太さをもう太くしないようにして、できるだけもうちょっとこれぐらいかな、イメージがね、もうちょっと伸ばしていくようなイメージで作っていくという作り方になります。はいはい、これなんで買ったかっていうと、こっちはね、ここの根毛が面白かったんですね。うん、ここがこれだけの変化があって面白いのに、ここがずっとまっすぐになっちゃってるって、はい、いうことなんで、これについては逆に畳み込んでやっていこうと、これに合わせてですねということでということですねまあこの辺のね、こんな変化も面白いですよね、この辺のね、はい、なんでこれは畳み込んで、ラフィア巻いてですね、最終的には高さが多分この辺を、ここがここら辺を頂点にして、また折り込んできてですね、ここら辺に葉っぱができればいいかな。そっちに行くんですよ、ね、そっちに行く。購入するときに5センチにするって言ってたじゃないですか。うん、あ、そうですね、5センチになるかどうか分かんないんですけど、それぐらい小さくする、それぐらい小さくする、だからどこで曲がるかですけ ど、 なるほど、まあ多分後方が3箇所ぐらい、ここで曲がれば5センチかもしれないですし、うん、7センチとか、ここだったら10センチになるかもしれないです ね、 そうですね、はい、そんな感じで最後曲げて、最後またキュッと曲げるかもしれないし、うん、ここら辺はね、もうやりながらじゃないと分かんないんで、はい、はい、ラフィア巻いてですね、曲げながら考えていこうというふうに思います。とりあえずこれの根の動きに合わせてちっちゃく畳み込むと、うん、はい、いうことですね。そしたらですね、まずちょっとフルッパーを少し取りますね。はい、今回の趣旨としては、はい、その木に合った、そうですね、木のいいところを生かした作り方、はい、作り方ですね、ということですね。そうですね、目的を持って畳む素材を探すっていうんであれば、それはそれでありなんですけど、木を見てどう作ろうかなってなった時は、その個性、いいところと悪いところを見て作り方を変えていくってことですね。そうですね、はい、確かにこの足元に対して、うん、上がなんかね、そうなんですよね、緩やかなんですよね、だから不自然、不自然ですよね、じゃあどういう環境で育ったのってなっちゃいますよね。この複雑な足元だったらもっと過酷な環境で、うん、そうですね、あるはず、はいはい、というか、まあ、見た目的にもってことですかね。そう、そうですね、それはね、中品とか耐品と言われるような大きなものであっても、はい、やっぱり同じことが言えて、うん、下の方がくねくね曲がってるのに上がまっすぐだねっていうのはちょっとおかしいって、よくそういう気ありますね。剪定大体終わりました。もう冬場なんで、よく七五三って言うんですけどね、2つを1対として3羽ぐらいに残していいよって言うんですけど、まあ正直言うと3羽はちょっとね、少ないかなという気がするんで、まあ4枚、4、5枚残すんですけど、ちょっと曲げるっていうこともあってちょっと多めに残してますけど、これぐらいで七五三の上が少ないのは、うん、少ないの上が元気だから、そうですね、翌年、上の方が芽が出やすいんで、うん、下の方に葉っぱつけといた方が、まあ、均一になるよってことですね、芽の強さを、うん、目安としては1月から2月、うん、そうですね、目指し前ですよね。
よく昔は1月にね、お酒飲みながら七五三にするって言ったんですけど、はい、とりあえず剪定終わりで、はい、じゃあラフィアを巻いていきますね。はい、もうこれ足元から巻いていかないとこれでも曲げるかもしれないんで、うん、これどっち回転するかですね。こっちかな、なんとなく多分前の針金かけている人が、うん、こっち側に半時計回りにやってると思うんで、そっち方向 でここスタートはいつもそうなんですけど、バッてもいいんですけど、私はコブになっちゃうんで、そのままギュッと巻き込んで、はい、巻き込んで、そしたらもう取れないんで、金欠病です。金欠病金欠病っていうかな、金欠病って言葉あるけど、まあ、金欠分かっててね、年末年始お金使ってますね、ひろさんね。使ってますっていうかね、去年の秋から、去年の秋なんか買いましたっけ。いやだから展示会がいっぱい、あそれこそね、気楽会、花木会、川越行って、土浦行って、うん、あ土浦行ったら、それであのこの間の赤松のあれやったじゃないですか、はいはいはい、あの話も出て、年配の方からね、やっぱり YouTube 見てますよ、盆栽球見てますよって言われて、バチッと切ったやつ良かったですねって。で、お金使った話です、ね、お金使った話で、ね、お金使った話急に変わったな。そう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 、で、4日の日は大野さん行って、だ当時園だって大きい買い物してるじゃないですかそう、それはね、1月中にお金払うよう約束してる。だからいっぱいいっぱい出しましたけど、ひろまさんの木は今当順で買えます。買えます、ね、そうですね。でちょっとお金、お金をちょっと使いすぎちゃって ね、そうお金ないっていうのに大野さんのとこ行っていっぱい買ってきて、うん、また昨日騎乗盆栽店行って使ってきて、うん、まずいですねこれツイッターが、あの神さんに見られたら大変なことになっちゃうじゃん。言ってないですね。言ってないですね。分厚いんでね。結構な本数ですね。結構な本数になっちゃった。なんでこんな多かったかな。これすごいことになっちゃった。切りました。切りました。チョキンと。はい、はい。それでアルミ線ですね。とりあえず 2.5 ですね。2.5 でいきましょう。どっか刺すとこもないんで。最初きっかけ作ってここをですね、私こんなやり方するんですけど、キュッと曲げといて、はい、引っ掛けてですね、こっち回りですね、はい、こんなところで引っ掛けて、でそしたらここをですね、一回ちょっと持って、はい、はい、でここでここに当たるところがもう頂点だって決まるんですよね、背中なんで。ここが今度曲がるところに なったんで、この段階でもう高さが多分7センチぐらいって決まる。ここが頂点。頂点になるになる、 なるですね。とのことか、はい、ということですね。で、あとここら辺もこう山になってるところなんで、ここら辺にこうかけていって、はい、曲げる背中に、そうですね、曲げる背中ですね、与える、はい、で、次はこれにかけたいんで、そこら辺を計算してこっち側からぐるっといってここに当てるですね、はい、で、今度次ここですよね、ここに当てるよってことを計算して、ピッチを計算して、ここに当たる、はい、っていうことですね。これ1本でも上がりますかね。1本じゃ曲がんないかもしれないですね、まあ、そうですよ ね、ちょっと1回こういう時曲げてみてどんな感じかですね。ちょっと一応もう1本いきましょう。もう1本、はい、前あれですね、針金は添えてこういう風に添えるとかっこいいし、細かく曲げる時はこう間に入ってもいいよって言ったんですけど、とりあえず曲げるところの角角っていうか背中のところが全部入ってきてるんで、これはこのままでいいと思います。このままっていうのは、うん、針金に沿わせて、沿わせて、ごめんなさい、沿わせてですね。こういう時はちょっときつめでいいですね、あの隙間とか開けなくても。2本目の針金、今2本目が終わりました。で、細かいやつはですね、曲げてからだとかけられなくなっちゃうんで、先に、うん、先かけておきますね。これ全部かけるんですか。うん、かけといた方がいいと思いますね。曲げて多分こうバランスよく作ると思うんで 1.5 ですね、はい、ここはね、本当は1本取っちゃってもいいんですけど、枯れる可能性もあるし、こう束ねるのもあるんで両方取っといて、はい、でそれによって針金がちょっと4本になっちゃうんですけど、まあ仕方ないですね、付けなんでね。一応針金はね、3本までって言われてるんですけど、幹に2本かかってるから、うん、そうですね、そうですね。ここはここも間空いちゃってるんで、さっき添えて作りましたけど、今度は間に入れて針金をちょっとかけるようにします、うん、これ枝分かれじゃないんですね。枝分かれじゃないです。幹から2本出てるんですね、うん、もう近いところで2本でしたね。あ、だから1本切ろうと。そうですね、ちょっと雑談に雑談に長く決まってすっかり針金かけ終わりました。針金かけ終わりました。終わりました。ですね、で先ほど言ったようにここですね、この背中のところ、ここが一つの頂点になるだろうと。でこっち側に返していきたいんですね。
で、そこからまずスタートしますね。はい。一番厳しく曲げるところ。そうですね。一番厳しく曲げるところですね。黒松なんでね、この時期できますけど、赤松だとちょっと厳しいかもしれない。結構いきましたね。いきましたね。ほぼほぼ。そしたらどうしようかなっていうのが、一回ここをこっち側にねじって、この辺を背中にしてですね、そこら辺にねじって、そっち側へ行く。こういうのはこうなったらかっこいいかなっていうので、うん、やっぱそうですね。であとはあんまり長い距離で曲げるよりはやっぱりできるだけ短い距離で曲げた方がいいので、まあそこら辺意識しながら、やっぱ単調になりがちじゃないですか。そうなんですよね。そこですよね。そこなんですよね。で多分ある程度やってから最後またギュッと絞る感じになると思いますね。畳み込みでは畳み込みでおなじみのとでも厳しさは川崎先生の方があって別に意地になるわけじゃないですけど、うん、やっぱり次ここですね、はい、下からやった方がいいですよね、うん、下の方がやった方がいいですね。下からやらないと動いちゃうから、ね、そうですね。でちょっと気になってるのはここを曲げるとですね、ここがまた M 字になっちゃうんですね、うん、M 字はちょっと面白くないんで、曲げるにしても同じとこじゃなくてやっぱり今度下に下げるとか、これだとだから奥に返して戻していくみたいな、多分そんな格好になると思いますね。今 M 字になるんですか。じゃあ一旦 M 字ですけど、今言ったようにここのところ同じじゃなくて、これが上だとするとこれが そちらが行くように、はい、とか少しこっちに返してとかね、はい、はい、いいですね。また今度はここですね、ここ曲げたいですね。ここ曲げる、ここはだからちょっと今度短い距離で曲げたいんですね。で今度また外返す。うん、これになってしちゃうともうね、あとはここはもうこう曲げるだけなんで。まだこんな曲がるんだもんな。ね。曲げちゃってるんですよね。曲がるっていうか曲げちゃってるんですよね。そうですね。ここがね、今今度こことここも合っちゃうと面白くないですね。ここの曲がりとここの曲がりが同じように見えちゃうとこう単調になっちゃうんで、そうするとやっぱり今度短い距離でここで曲げたいなってくるわけですね、はい、そうするとここで曲がったと思うんですよね、はい、極力こういう針金のところ、ここですね、ここですね、針金のところを当てるようにして、ここはこれでつく、ここはここでもう一回曲げる、後ろに曲げる、うん、いいものが見えた。突き抜いた。ここを、これ突き抜いた。これがね、ここにこう入ってくるとちょっといい感じ見えないですかね。ああ、起こして ここの、うん、間にここに入ってくると、はいはいはい、幹をここは一旦ちょっとここで縛っちゃいましょうか。ちょっと導線でやるか。たまに見る黒松の文人もね、うん、こういうことですね。うん、まあそうですね。しちゃえばいいと。いや、しちゃえばいいってことですね。ただこれは足元がこうなってるから こういう作り方が合うだろうっていうことですね、うん。ね、ちょっと背は高くなっちゃうんですけど、この中の感じが面白いんで、あえてこれこっち側に折って、もともとそこが頂点って言ってたんですけどね、はい、背だけを考えると畳み込みたいんですけど、逆にちょっと上げて、これをちょっと返したくなるね、やっぱりな。返す後ろに、うん、とりあえずね、ここまで行きました、はい、はい、ちょっと正面がね、今どうなるか、もともとこうだったんですけどね、全然ちょっとこうなってきたんで全然近くなってますね。ですね。まあでもそっちですよね、多分、うん、ここら辺が面白い気がするな。そうすると一応ですね、ここら辺も畳み込んでちょっと作っていきたいんで、枝をちょっと配置しますね、はい、良さそうですよね。なんか良くなりそうな感じは、ね、良くなりそうな感じしますよね。しますね。こういう
クロマス、うん、このサイズであんま見ないですもんね。うん、まあそうですね、面白いですよね、うん、もう足元が生きるというかね、うんうんうん、10倍いけたな、うん、価値を10倍にする、価値を10倍に最初に言っときゃよかったですかなりそうじゃないですか。でもこれ全部まあいきそうですね、ハーレガネ外した時、そうですね、こんなちっちゃいね、こんなちっちゃいのないですよ、だってね。これは頭とかの、頭とか差し枝とかは、うん、あるんですか。ありますね、一応ほらそこはほら、はい、やっぱり盆栽教室習ってるところですから、はいはい、また僕にはどれがどれだかそうですね、私も今やりながらちょっと考えてますけどちょっとね、こういうのって曲げるとね、針金が緩むんで、はいはい、かけ直しながらやってます、実は。なるほど、はい、これだけ畳み込むと、そうなんですよ。そろそろマイカが出ますよ。マイカ。マイカが。マイカって言われたら、あと20分って考えます。あと20分ってことですね。20分前っていう。でもなんか、さっき枝がわからないって言ってましたけど、わかるようになってきましたね。うん。マイカで。マイカ。本当のマイカで。こんな感じで。どうですかね。どうでしょう。今ね、正面候補がいくつかありますね。ここからここら辺まで。はい。実はここら辺。はい。で、ここら辺からね、ここら辺まで。うん。なるほど。うん。まあ、要は、幹が、見え方が少し、あと、この足元ですよね。足元見せるんだったら、ここら辺で見せたい感じがするんですよね。うん。圏外っていうか、半圏外みたいな。うん、そうですね。感じですよね。もう圏外も半圏外もないですよね、これ。とりあえずね。でこんな感じから少しここら辺の、まあ、幹筋が見えるような、そうですね、うん、まとまりはね、うん、さっきの向いてる方が、うん、こっちの方がね、まとまりは、こっちですか、いや、じゃなくてこっちの方が盆栽って感じは、うんうん、まあそうですね、するけどっぽい感じですね。ちょっと流れが左側のやつと右の枝が同じぐらいに見えちゃうから、うんうんうん、まあ今はまだ最初の角度の方でいいのかなとか、うん、確かにそうですね、ここら辺のね、うん、見える方がね、あの幅広に見えますよ、なんかね、少し起こしてもいいかもしれないですね。そうですね、あの足元、やっぱり最初言ったね、見せなきゃしょうがないんで、うん、この辺からずーっとこの辺まで。なんか今は僕の感想ですよ、うん、将来的にここの方が格が上がりそうな気はしますけ ど今は最初のこっちの方がいいのかなとか、うん、いいかな、あ、なるほど、初心者ながら思います。いいじゃないですか、お好みでね、ここもいいね、ここもいいねっていうのはね、それぞれだから、あとはこのこういう幹っていうか足元の動きに合わせて、はい、違和感がないと思うんですよね。もうちょっと下げてもらえると、こうか、そうそうそう、あ、これ、はい、顎下げてるこの辺のこういう変化に対してこれのこういう動きがまとまって見えるというか、そうですね、同じような見え方してると思うんで、まあ、最初と比べると、まあそうですね、この辺もね、面白いですよね、この変化がね、こんな感じ。これが裏ですね。針金とかはね、汚いですけど、とりあえずの形作りとしてはいいんじゃないでしょうか、ね、はい、ありがとうございます。どうでしょうか、皆さん、どうでしょうか。ここはすごく良くなったと、ありがとうございます、思います。ちょっと起こしても面白いかもしれないですね、やっぱここの厳しさはね、確かに ね、こういうのもありますよね。ああ、いいですね、ね、そうするとギュッと厳しい、ガクンと落ちて、ぐにゃぐにゃぐにゃっと差し枝も効きますね、こっちの ね、効いてきますよね。これすごい、いや、そういうことよ、もうそればっかりだ。あ、ここでもいいですね、ここいいですね、ここいいですね、うん、これいい、うん、こんな感じもいいかもしれないんで、まあ、あとお好みで作りながらですよね。そうですね、うん、ここを1本ぐらい減らしてもいいのかな、うん、って気もしますね。ここはね、そう、だからそれはね、Q さん大きい盆栽とか見てるから、はいはい、私もこの辺うるさいんですよ、ですね、正直言うと。で、商品盆栽なんで、こういう風につけて、下手するとここら辺もっとくっついちゃってね、うん、この辺を隠すような作り方をするんですけどね、はい、大きい盆栽やってる人なんかはやっぱこの辺幹見せたいねって、幹の動きをね、なんかあの、本当、根本的な話ですけど、こういうの話したのが楽しいですね。そう、ね、楽しいで、人によっちゃね、こういうのも面白いねって言う人いるかもしれない。あ、確かに、この幹のね、見え方が ね、いいじゃないですかね、こういう、確かにそういうのも、こういうのも面白いですよね、こういう話をしてね、そうこれでできたらすごいよね。でも最初の文人帳のやつだとこんな発想出てこないですからね。あ、そうですね、そうですね、こんなのとかね、いや、本当でもありです、ありですよね、面白い。言ったらもうこれ取っちゃってね、うん、こっちだけで作るとかね、もう多分それはこれがなんかやっぱり同じ曲がりじゃないっていう、だからじゃないのかなっていう気がしますけど ね、 そうですね、何度か危ないとこあったんですよね、こことここが同じになりそうだとか ね、 そうですね、ちょっと距離を変えることだったり角度を変えることによって
変化が見えてきたという感じで、どうでしょうか。素晴らしい。楽しんでいただけますよ。いいところを生かすために同じような作りをしたということですね。足元を生かすために上も揃えて、そうですね、作っていったら、はい、もうさまざまな発想を生み出す。そうですね、はい、でこの時期は黒松とか五葉松とか新白ができますので、はい、赤松はやんない方がいいですね、はいはい、あ、そういう感じね。ということで、よろしいですかね。はい、どうもありがとうございました。おまけをどうぞ。おまけ、あ、じゃあおまけです。おまけどうぞ。おまけです、はい、昨日もあれですよ、土浦できて、はい、盆栽も立派でしたけどね。土浦の地上盆栽店レベル高いですね。あと盆栽球見てる方やっぱりいっぱいいらっしゃって、はい、うん、よかったですね。昼間さん、昼間さんって何名かに声かけていただいて、盆栽球の影響力大きいですよって結構言われましたね。ありがたいですね。ありがたい。今市場では止水鉢が高騰してるんじゃないかとで、これ、うん、この間買ってよかったかな。よかったですよ。手作り鉢ですからね。そう、なんか2個同じのないってね。1個1個手作りだから、型を使ってないから。この間買ってきたんで、それを。あ、そうかい。あ、そうか、私持ってなかったな。そしたら1つプレゼントします。誰に？ゆまさんに。え、選んでください。あー、これで言ってた。そう、お化けコーナー。太鼓長宝。太鼓堂長宝。太鼓堂長宝。盆栽世界のなんとかさんだと、ね、言ってましたね。前の練習とか。ああ、あ、とりあえず一回全部これ。そう、あれ、これ違うやつだ。すいません、多分これです。そうですか。大きさが、そうですね、この大きさ。はい、やけどの跡が、膝が重傷です。ああ、そうそうそう、他に、ええ、動画で植えてください。あ、ということですね、はい、あ、もう、うわ、ちょっと一個一個開けましょうか。ああ、これね、これですよね。これが太鼓堂。太鼓堂。太鼓、太鼓の堂。堂がね、あの字で合ってるのかわかんないですけど、胴体の胴でいいんじゃないですか、うん、太鼓の胴体、ね、うん、太鼓胴長宝。二重落款ですよ。二重落款。これもいいですね、浅くてね、おしゃれ。薄くてね。薄くて。ピンク木工ですね。ピンク木工。これ、ヒルムさん持ってる？持ってる。あの木工じゃないですけどね。いいですね。あ、これもいいですね。うん、2、3、4、六角。六角。六角。あ、これまた超ミニだ。あ、これは使ってたやつですね。白をよく白ね、いいですよね。白をもっと作ってくれます、うん、そうですね。いいです、いいです。あー、これも太鼓堂長宝。大きさ違い。大きさ違い。わ、これも面白いですね。それも変わった形で。ダイヤモンド。エメラルドみたいですね。へ、うん、まだあります、ね。まだあります。あー、これもいいですね。青磁っぽい。これまたちょっと最近。最近のやつだと。最近のやつですよね。うん、いろんなお絵かきしてるやつですね。お遊び心が、あ、まあ可愛いですね、チューリップが。こんなとこですかね。どれにます？え、動画で使うなら、うん、正直な話、このサイズいってほしいなっていう気持ちは、うん、気持ちはねありますね、これとか灰銀が、これでも、はい、これそうですね、大きさ的にはだからこれより土の量少ないかな、うん、これだったらこれいったらすごいですね。これいったらいいですね。その長宝、うん、と色も合うんですよ。赤色だと。そう、多分これ、多分これこそ縮めるんで、うん。それいいじゃないですか。いいですかね。うん、あ、じゃあ後々これを一回作って、はい、もうちょっと暖かくなったら仕上げるというのをやりましょう。はい、これは大野さんゲットで。大野さんゲットで。はい。リバチ。はい。じゃあこの組み合わせ で後日動画が上がると思います。後日動画を、はい、もうちょっと暖かくなったら、はい、はい、やりたいと。じゃあおまけ終わり。おまけ終わり。